はい、こんにちは。ということで、やっていきましょう。ジュノジャッジメント。パッパッパッパン、パッパン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 。あー、光の使徒、そしてギャンブラー。しんど、分かってくれなそう。やっぱどうしよう、これどうごまかそう。ちょっと待って、どうするこれ。11人部屋でしょ。果たして活躍できるのだろうか。まあ、しれっと入れないで、僕しれっと入れんとくか。新種の人狼の気配。なるほどね、新種の人狼か。新種の人狼。カミングアウト。あれあれあれ、あ、カミングアウト。出る必要あるか。まあ無駄占い防げるからってことか。まああ、そうだ、新種の人狼っていうのはどういうものかというと、毎晩その気配みたいのが知らされるんだけど、あの占われても人狼じゃないって出るみたいな、まあ胎狼みたいなもんだね。胎狼的なやつ。ジェシカって新種も否定でいいんだよね。いや、要素ないな。要素が何一つない。まあまあ延長しとくか、念のため。どうするか。いや正直なんかないんだよな、別に。しょうもないアルティメット技能になりそうな予感。確かに占い吸ってそうなところ。占い吸いそうなところってどこ。あんな今見てるところ、この部屋女王変化ありだから、黒側は女王を多少懸念に入れると思う。まあ光が女王になるかもってことね。ジェイションはもう終わり。ショーン・ジェインはその6ではもう無理だよ。そんなに？ショーン連れでいいんじゃない？
まあ感覚でしかないな。そうだな。うん。まあジェシカとアンナ以外か。感覚でしかない。自分と意見が近いってのもあるけど。占いでいいんじゃないか。まあ占いそれにしろ出てるけど、どうしよっかなギャンブラー。うん、オッケー。1分前。30秒前。まあ良いか。お、わあマジか。投票見せるんだ。投票しとこう。いや初日に投票してないのバレたくない。いやどうしようかな。いい感じに潜伏しつつ、まあ明日ぐらい釣らずに置くか。おお、強欲かこれ。それか罠って言った方がいいかな。うわー強欲だとしんどいな。この銀色の影が何やってるかにもよるんだよな。まあ、内訳なんか無限にあるもんな。まあそりゃうん。延長希望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 。延長
延長希望、延長希望。まあサンドラの中身次第だな。それはアンナが、ジェシカ、ショーン以外から釣る。最悪のケース考えるか。まあ逃亡が死んでる。難しいな。正直昨日からそんなに要素がない中で、まあサンドラの色もわかんないしな。いや難しいな、これほとんど材料ないって、これマジでマジで全然材料がない。多分強欲なんだよ。メリルかジェイカかな。強欲懸念で二人の城は除外。ジェイの何が黒いんだ。カミングアウト。Jなんだ。30秒前。
ん、俺は J の、J のやつが分かんなかったな。10秒前。まあいいが、なんでここが黒になるんだ。30秒前。まあとりあえず生き残ろっかこれで。噛まれ懸念、今日6でしょ。最悪 RPP だよなこれ。天の弱、うん、まあギャンブラーで証明できるからな。白角証明できんの強いよなこれ。延長希望、おはよう。延長希望、おはよう。おはよう。延長希望。まだ新種いるな。まあ黒落ちてるで解釈するしかなくないか。新種が占われてるか。フランクって占ってなかったっけ。普通に新想定で話してた。メリル釣りじゃないっすか。
メリル、ショーン、フランク、アンダ、どこだろうな。ここで乗っかると思うけどな。多分ジェイもサンドラも村だと思うんだよな、これ。多分相当量人外な気がする。私の芯が やっぱメリルだと思うんだよな。もう今日ラストでいいんだよな。まあカリユとは噛まれてるか。するんだ。10秒前。無理だな。持ってかれたな、メリルとかショーンとかに。メリルあたりかな、人狼。サンドラもジェイも村だと思うんだよな、多分。
まあそうなるよね。ああそこか。まあしょうがないな。三三にすればよかったに。ジェイがじゃあジェシカが純愛か。そうなんだよな。強欲紳士は強いな。先に二人無理か。